高橋由一チャンネル。財政緊縮派の人がですね、円安で紙くずに円がなっていくと、金利を日銀が上げないのは、上げたら日銀の負債が大変なことになるから上げられないっていうふうに吠えてるらしいんですけど、これは正しいんでしょうか？なんか基本知識がない人だなってまず思うけどね、はい、日本銀行のバランスシート見ると負債に至っているのは、はい、実は日銀券っていうのと、はい、まあ、あと政府日銀当座預金っていうのがあってね、はい、日銀券っていうのはこれは無利子無償化、はい、みんなお札の中にお札持ってるけどそんなの利子なんかついたことないでしょ、はいはい、これで日銀当座預金は一部ちょっと利息がついてるの事実なんだけど、うんうん、でも当座預金だよ、はいはい、だからこれは2008年までは無利息だよね、はい、それを白川日銀総裁がね、はい、ちょっと気の毒だっていうんで金融機関にお小遣い代わりにあげたって利息つけただけなんだよ。で本来は当座預金だから無利息です、はい、だって無利息で当たり前でしょ、普通の企業が当座預金してて金利もらったことある、まあ、ないっすよ、ね、うん、これは法律でね、はい、現金と一緒だから利息つけちゃいけないって書いてあるの、はい、で日銀だけその例外規定があるからそれ使ってつけちゃったんだよね。でつけちゃったってことは間違いです。だから逆に言うと当座預金って現金と一緒だから無利息が当たり前なの、はい、だからそうするとそういう考えると今のね負債が大変になりますってこと自体がまず嘘ですよね。すんごく金利も低いからね、うん、だから全然大変にならないです。こんな大変になるっていう逆に言うとね、日銀が大変になるっていう言い方したらね、はい、自分が潰れてもね金融機関にお金あげるかっていうのと一緒になるよ、話全く嘘ですこれ。だからそれに全く金利が上がって下がっても日銀の負債は大したことないから全然大したことないって終わっちゃいますだって自分が潰れてまでも金融機関にお金払うわけないじゃない。そうです、なんでこんな簡単なこと分かんないのこういうふうに言ってる人って実はね緊縮派っていうんだけどね、はい、Z の、ね、口パクなんですこの人たちは。これで今のみたいな数字とかそういうの持ってないから口パクでね言うの、うん、これで円安で紙くずになってしまいますねって言ってるけど、うん、円安で GDP 上がるって私何回も言ってるんだけどね、はいはい、紙くずになってんのかまあここでまず全く違うんですよ。だからこういう方はね全然違うことを言って緊縮をしたいから金利上げろって言ってるだけのことです。だから売国ですはっきり言えば、うんうん、ということなんであんまりあれですよね、はい、こういう方の緊縮派のね言うことを信じちゃいけないし、もうそろそろこのね番組のね視聴者の人も気がつかないといかんのじゃないの。 いくらなんでもここまでちょっと理解しないとちょっといかんのじゃないのこれはと思いますよ私は。それでいうと経済系でまた質問が来てるんですけど、うん、金融政策と財政政策については理解できましたと、うん、でアベノミクスの成長戦略については道半ばとか失敗とか報道されてますと、実際はどうだったのか解説をお願いできますか、うん、まあね成長戦略って規制かなみたいな話だからね、はい、これはね300個くらいやるとね1個か2個しか成功しないんですよ。そんなもんなんだから、これは私も前に安倍さんにね、はい、安倍さんって昔ね大学の時アーチリブだったの。あ、だから、はい、下手なでも300本打つと何本か当たりますって言ったことあるんで、はい、あそうかそうかって感じでやってましたこれ安倍さんには失礼だったけどね私大学のねアーチリブのね安倍さんと同級生の人も知り合いだったんだけど、あんまりうまくなかったっていうけど、でもそれだって数打ちはいいんだって、うん、ということになります、うん、だからそういう意味でねみんなが当たるわけじゃないから、うん、でね、これをね失敗に特にさせたのはね、はい、あれだよね、盛りかけだよ、特にかけ、かけの話の時に失敗っていうかね、途中でもうやんなくなっちゃったの、できなくなっちゃったの、かけの話がすごくなっちゃって、それで一切特区の話とかそういうのはもうずっとできなかった、はい、だから何もやんなければそれは成功しないですよ、そのくらいの話です。かけの話でね、あれは最初、規制緩和で、はい、医学部、あと獣医学部、はい、今まで全然作ってないからそれを作らせたわけ、はい、医学部の方問題なかったんだけど獣医学部の方でかけになっちゃったでしょ、はい、ああいう形でだからああいうふうな規制緩和とかね、成長戦略反対派の人が仕掛けてきた話なんだこれ、それはそうだよ、うん、だから医者とか獣医を増やすと困るって人がいるんだよ、はいはい、要するに増やさなければ高い、ね、お金で、はい、そうですね、働けるんでしょ、医者とも獣医師もね、はいはい、だからそういうのを困るって人がいるから
がこういうのに反対するんだよ。でそれで見事賭けはあのそこに引っかかっちゃって、反対派の方があの結構正義見たくなっちゃったんだよね、うん、それで結果的には賭けの話になった以降、こういうふうなあの、まあ、特区規制緩和の話はもう一切止まったんだ。そうでますますだから成功の方が少なくなっちゃったんですよ。そういうことあります。ということでね、よくねあのこういうの見るときに背景も考えながら、はい、あの見てください、はい、いろんな理由があるんですよ。最後もう一個、うん、あの経済系の質問なんですけど、はい、金融緩和と雇用の関係を詳しく解説してほしいんですっていうですね。ここでね、はい、もう結構いい質問なんだけど、はい、あの普通の経済学者も答えにくいらしい、はいはい、でね、あのざっくり言うとね、はい、金融緩和すると、はい、実は物の設備投資は増えるっていうことは多少わかる。要するに金融緩和するから、はい、ちょっと将来景気良くなりそうだから、はい、まあちょっと設備投資して儲けようと、そういう感じになるんだよね。だからまあもうちょっと分かりやすく言っちゃうと、金利が安くなったら設備投資しやすくなるってことだ、はいはい、そういうことの話、そういうことの話だから、金利が安くなると設備投資をしやすくなる、はい、まあそれはコストが少なくなるからね、まあいいやという感じになるんだよね、はい、でもね、設備投資だけするってことはあんまりないの世の中。設備投資をするとそれをオペレーションする人間も一緒に実は雇うんですよ。ちょっとずれてね、だって設備だけ来たって困るでしょ、はい、要するに工場だけ作っても人がいなかったら工場動かないでしょ。完全オートメだったら別だけど、完全オートメなんてまずないから、はい、ある程度設備を増やすっていうことは人も増やすんですよ。だからこの設備を増やすって話と人の増やすって話は実はあのちょっとずれるけど、はい、同時に起こる。だからあの金融緩和すると実は設備を増やしますね、そのとともに人も増やしますねって形になる。それはサービス業についても一緒、どれでも一緒ですよ。どんなところでも一緒ですよ。それはだから人にすごく依存するところは設備をちょっと増やした時にそれに伴う人の数をもっとたくさん増やさなきゃいけないから、労働集約的な方が実は雇用はちょっと伸びるんだけどね。どちらかというと機械化オートメーションが進んだところはあんまり人は増えないんだけど、はいはいはい、機械化進んでない方がサービス業なんかのところははるかに伸びる。でサービス業だってもう全く設備なしでできる、なんてできるわけないからね。そうですね、設備体制を増やすとそれに伴ったいろんな人員が必要になるんです、うん、だから金融緩和すると雇用が伸びるんです。一番大きい要因はその借金するときに金利がすごい低いから借りやすいっていうのは、そうそう、それがだから物についてはそうね、物についてはそうだけど、それに伴って人も増えるっていう、事業を広げれるからっていうこと、だからちょっと雇用の方が後になるんだけどね、ちょっと後になって出てくるんだけど、でもそれはあの金融緩和するとね、はい、一番すぐ反応するのは設備を投資したいから、はい、株価ですぐ反応するんだよね。株式って調達してお金入れるのが一番簡単だから、株価が結構すぐ高くなるんだよね。それで株価が高くなると実はね、同じような線で高くなる。じゃあ経営、世の中の経営者の人はそういう金融緩和してるからチャンスとかっていうふうに思う。金融緩和してるから設備投資がしやすくなる。でもしたらちょっと人も足んねえなと言って人増やしてる。そういうふうに判断してるんですね。全体で見ると結構はっきりと数字になる、数字が出るからね。私なんかだから株価と設備投資と株価と、はい、あの雇用の関係、ちょっとずれ、ちょっとずつずれててこういうふうになるかって予測するんだけど、大体当たるよ。まあそういうことなんですね。金融緩和と雇用ってこんな関係。なるほど、ちょっと目先見てると分かんないんだけど、世の中全部を見てると結構こういう動きは分かりますね。8月20日公開収録をいたします。皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。